クイドラクミソアークやってきたと思います。今日はですねアーク2がそろそろ本当にマジで新情報出るんじゃないかという形で2年間ぐらいね俺らね情報が全然出ない間待たされてたんですが、ついに本当にまともな進展があるのではないかというところが北米圏でもかなり噂されておりますので、そこら辺をまとめて、まあそのね情報が出ると言われているイベントが今ちょうど動画を出している12月3日からまあ1週間弱ぐらいのタイミングで来ますので、次の週の金曜日に来ますので、そこら辺含めアークの現状とかアーク2のこれからとか、まあ、そういったイベント含めちょっとねアーク2について深掘りをできていければと思っております。ということで本日の目次はこちら。1つ目、アーク2のこれまでについて、2つ目、ゲームアワードで、最後にですねアーク2の今後の予想というところをねやっていきたいと思っております。でまず1つ目にアーク2のこれまでというところになるんですけど、アーク2に関してはですね現在ですね、まあ、ちょっと今一瞬画面がバグってる、やばいやばい、ちょっとラグナロクがバグっている、ちょっと待ってね、あでででででで、ちょっとアーク2の前にラグナロクがバグってるっていうところなんですけど、はい、びっくりした、チタノの上にクリーで乗ろうとしたらバグってた。あの現状なんですけどアーク2、まずですねあの発表があって今までに、まあ、大体2年ぐらい経ってるんだよね。2年前の12月、2020年の12月のゲームアワードっていうイベントでアーク2を出しますよというね第一報からアーク2に関しては始まりましたので、まあ、そこからですねあの今に至るまで一応ねアーク2っていうのはまあ小出しに情報が出ていて、まああのざっくり言うとあの全然情報が進展してません、はいマジで全然何も情報出てなくて、ちょこっとしたムービーが出たんだけど、そのゲームプレイに関わるものではなくて本当になんかオープニングムービーみたいな感じ、あとはトレーラームービーみたいな感じっていうところなので、あんまりそのプレイに対して俺らゲーマーがあのどういう感じかなっていう感覚がつかめないような、そういった映画みたいなムービーだったんだよねっていうところなので、情報がマジ少ない。で一応ね今ある情報の中でも一番ねゲームに近しいところに関しては Steam っていうね PC ゲームのですねあのプラットフォームがあるんですけど、そこがですね一応もうアーク2のページがあるんですよ。でそのアーク2のページの中に唯一ですねアーク2のゲーム情報が載ってて、まああの三人称視点はあの固定になったりとか一人称視点がなくなるとか、あとはなんかいろいろねスキルがいろんな感じであったり、まあスカイリムみたいな感じスキルツリーがあったりとかっていうところで、あとはまあ AI が出て PVP がなんかあの AI とできるみたいな人型が出るみたいな、そんなところもあるんですが、概要というかまあなんていうんですかね全体像がマジで俺ら掴めてなくて、でなんならこれあの海外の一番ね、まあ、例えばアメリカとかの、 あのユーザーが一番情報近いと思うんだけど、アメリカの会社だからねやっぱりね、なのでそういったところにはなるんですが、残念ながらあの同じレベル帯なんですよね、その海外の人たちの情報量もっていうレベルなので、マジで海外の情報も含め全くですねアーク2ってこの2年間俺らに対しては情報が進展してないんだよね。いつ発売するのかで、どんな感じのあのなんていうかなあのスペックが必要なのかとか、内容量どのくらいなのかとか、まあ、とりあえずさあの一番さ普通知りたいのは発売日と値段と、あとは必要スペックとか対応機種だと思うんだけど、そこら辺の一番初めに来るであろう概要の部分が一個もないんだよねなのでそこら辺がねめちゃくちゃねあの微妙っていう感じで、ちょっとねどうしたもんかなっていうところになってるんですよ。なのであの結構ねユーザーというか俺らねかなり今あの結局どうすんのみたいな、どうなんのって感じになってるんですよ。でさらになんだけど、あのもっと良くないのが、もっと良くないっていうか状況的に微妙なのが、これにプラスしてアーク1、例えば今さ俺はラグナロクでこうやって撮影してるんだけど、ラグナロクとか、まあ、フィヨルドとか、まあ、スコッチダースとか何でもいいんだけど、このアーク1に関しては新規のコンテンツ提供を2022年、今僕が撮影して動画を出しているタイミングが2022年12月3日なんだけど、この年をもって終了しますっていうことなんだよね。でこれどういうことかと言いますとですね、あの残念ながらイベントとかで新規スキンとか新規チビペットとか出なくて、新マップ新恐竜新アイテムとかもなくなるっていう感じなので、そういった形で残念ながらアーク1っていうのが現状維持に入ってプラスアルファで何かをするっていうタイミングがなくなるんだよね。なので
ここが一番ですね結構なあのポイントになってくるかなというふうには僕は思ってるんだよね。なのでそこを考えますとですね、ちょっとアーク2の情報さ、もう2022年の12月で今年終わんのにどうすんのみたいな形になってるんですよね。はあ？みたいな感じになってるんですよ。なのでそこら辺がですね、俺らとしてもあー困ったねみたいな感じの状況ではあるんですね。でまあさらに言うとですね、やっぱりあのアーク1のイベントの最終年度という形なんですけど、さっきも言ったんだけど新規コンテンツをもう出さないようにするっていう風になったから、あの2023年以降はねアーク1で、なのであのそれに伴って2022年は結構アーク2の開発に人員とか時間を注いでるので、2022年のこの運営が手掛ける最後のイベントの期間っていうのが結構ねなんかなーなーというか省略されたりしてるんですよっていうのが一番結構ね良くないかなっていう風に思ってるんだけど、それでもなお情報がマジで出ない。いろんな形であの海外のさ人たちの方がやっぱりさ俺らより、まあ、さっきも言ったんだけど情報が近いから、まあ、俺らより結構情報が出たりさあのするんですよ。こういったところでアークスの新情報出るんじゃないかとかいうのがあるんだけど、そういうのは結構拾っていったんだけど全然出ない。アークスの新情報で海外の人たちもはぁっていう感じになってるんだよね。なのでアークスの現在地ってめちゃくちゃなんか危うい状況にいて、アーク1のサービス自体はもうあの一応クローズというか現状維持みたいな感じに入るんだけど、アーク2についての進展がマジでないんだよね。ここがですね非常に良くない状況っていうところになってます。なので今の現状としてはあのとてもあの良くないっていう感じです。僕のね第一印象としてはあのいつ出んのみたいな感じで、一応リリース日の予定としてはですね2023年っていう形で、例えば普通だったらさファミ通とかでさ載せる場合はさ2023年冬頃とか秋頃春頃とかあるじゃん。そういった季節感もなく何月もなく2023年みたいな、バッファが365日ですバッファ取りすぎちゃいますみたいな感じになってるんだよね。なのでそこら辺がですねなかなかねちょっとワイルドなあの状況にイケイケな感じになりすぎてるんじゃないかなっていうところで、一応そんな状況でやばいよねっていう風な形の認識で僕はいます。でですねあのこっからがやっぱポイントだと思うんですけど、じゃあですよこのままさもう2020年終わってもうあの何事もなかったかのようにアーク2はスルーされて、まあ、そのうちなんか出るのを待たないといけないのか情報をっていう感じになるのかと思いきや、一応ですね最後の最後に、まあ、なんかね最後の砦というか最後の希望じゃないんだけど、一応情報が出るかもしれないというか出ることを強く期待されているイベントがあるので、次の項目のゲームアワード行ってみたいと思います。でこれはですねザ・ゲームアワード2022というイベントについての話なんですけど、まあ、あの序盤の方でちらっと言ったんだけど、アーク2がそもそも最初ねあのリリースというかその情報の告知がなされた時って、これのゲームアワードの2020年バージョンで告知がされたんだよね。なのでということはじゃあ2022年のゲームアワード、これさすがに来ないとやばくない情報っていう感じなんだよね。っていうのもさっき言った通りアーク1の、 あの新規のコンテンツ提供っていうのが終わっちゃうから、残念ながらもうアーク2にもうあの全掛けしてるというか移行せざるを得ない状況になってますので、まあ、そこら辺を考えるとですねあのこれが最後のタイミングかつやっぱり最初にアーク2を発表した場なので、かなりあの期待は持てるんじゃないのかなというふうな形で僕はですね思ってはいるんですよ。そろそろじゃないかなというふうな形で僕はちょっと期待してる次第ではございます。はい。でも実際はちょっとね、どうなるかわかんないんだけど、今のところ海外の人も同じようなことを、まあ、言ってるといった形になっています。むしろ海外初の、まあ、なんか情報というか、まあ、そういった意見になるかなというような形ですね。なので現状としてはですねこのゲームアワード2022が今アーク2の情報っていうのがかなりですね近しいところにあるんじゃないのかなといった形になっております。でさらにこの、 ゲームアワード海外のゲームショーなんだけどオンラインのなんですが、なんとですね、この度日本語翻訳同時翻訳で、ドワンゴの、ニコニコ動画さんが放映してくれるということなので、
これね結構ねイケてるんじゃないかと思いまして、すごく今期待しております。なので一応ねその URL とか貼ってはおくんですけど、いつねゲームアワードがあるかっていうのを先にお伝えしておくと、2022年12月9日ですね。12月9日、で日本時間の午前9時15分からこのニコニコの放送は始まりますっていう感じなので、このタイミングで日本語同時翻訳っていうのがあるので、かなり僕は期待していて、ここでアーク2の何らかの情報が出ないとマジ厳しいなというふうに思ってます。ぶっちゃけね、あの2020年に1回ムービーが出て、21年ほんとなんもなくて、22年にほんとちょろっとしたトレーラームービー、さっきも言ったプレイ画像とかじゃないやつが出たので、まああのほんとね中身が分かんないんだよねっていう状況で、あの2022年終わってアーク1の、まあ、運営が終了するみたいな形、現状維持に移り変わるっていう状況がもうほんと重なりに重なってるんだよね。もうアーク2が出ないといけない、出さざる得ない状況っていうのがめちゃくちゃ揃ってるんですよ。なのであのそろそろ出ないといけないんじゃないかなというね、希望と願望を込めて、あの最後の希望のアーク2の場所が今回のこのゲームアワードになるんじゃないかなというふうに思ってますね。で一応ね、あの今一番情報が出てる Steam のね、あの文字だけの情報の部分っていうのはね取りまとめて動画にしてたりしますので、まあそちらの方をね、あのこの動画でやっちゃうと長くなるので、見たい方はね動画詳細欄にその動画ね貼っておきますので、 URL ねそっちから見てねっていう感じになっております。それではですね、最後の項目なんですが、今後のアーク2の予想っていうところですね、やってみたいと思います。でまあ僕が考えるアーク2の予想っていうか、まあ願望もあるんだけど、ぶっちゃけあのポイントとしては、今年、まあ2022年に今撮ってるんだけど、2022年っていうのがマップが6月に出たフィヨルド1個だけなんですよ。でいつもだと、まあいつもっていうか近年のノリだと1年に2つマップが出るんですねっていうのを数年間続けてたんですよ。っていうことなので、アークユーザーとしてはアーク1がリリースされて7年も8年も経って、結構ね飽きやすい状況に今飽きが来ているっていうタイミング、まあどうしてもコンテンツ寿命っていうのがありますので、まあ、その中でちょっとね、刺激的な要素っていうのが、いつもだと年に2回が年に1回っていう形になってて、はっきり言って逃げ場がないんだよね。でさらにやっぱりアーク2ってそもそも2回ぐらいリリース日を延期してるんですよ、リリースのタイミングを。っていうのもあるので、おそらくなんだけど、まあフィヨルドが6月に出て2022年の冬にアーク2出そうと思ってたんだと思うんだよね、まあ、そういったアークの追加コンテンツの流れを見てみると、まあちょうど2022年の後半だけが、まあ、一応カルカルドントサウルス出たけど、恐竜一体とマップ一個じゃはっきり言って、まあ、なんていうかな、興味の引き方とか刺激の仕方が雲泥の差なので、まあちょっと早いんだよね、恐竜一匹だけだと、なんていうかな、熱気の収縮度というものが、収束度というものがっていうところになるので、明らかに今ですね、アークの運営が考えている流れとはちょっと違う形になっておりますので、まあ、現在やるとしたら本当に追い込まれてるというところで、2023年の 1,2,3月ぐらいに出せると非常にいい感じになるかなと。まあ現実的なのは、まあ、コメントとかでももらってたけど、2月後半とか3月あたりがぶっちゃけね、俺はね一番現実的でやった方がいいタイミングなんじゃないのかなというふうに思ってるんだよね。じゃないとはっきり言って結構忘れられちゃいそうな気がする、うん、ゲームで遊ぶの別にアークでもよくないってなっちゃって、いつの間にか忘れられちゃうみたいな感じになっちゃいそう。そもそもリリースしてアーク1が7年8年経ってるから、リリースされてまあ最初の3年とか5年とかよりも明らかに熱気が違ってて、ジェネシス2とかクリスタルアイルズの時の熱気より確実にフィヨルドとかロスアイランドの時の熱気の方が下がってるんだよね。ずっとね長年プレイヤーやってる体感だけどね、厳密な数はよく分かんないけど、でそんな感じですので、まあ残念ながらね、そういった追い込まれた状況ではあるので、多分ね2023年初頭に 1,2,3月に来るんじゃねえのかなというふうに思ってます。で値段は多分フルパッケージで 7,8千円とかで来て、でスペックがねちょっとね分かんないんだよね。とりあえずプレステ5と Xbox の現行機種になると思うので、プレステ5と同じ同等のね
なんだけどどうなるかなっていう感じなんだよねっていう感じで、ちょっとねスペック的にはねよくねあの分かんないんだけど、まあ、ゲーム機はね別にねあのプレステ5とあの Xbox 買えばいいから別に変わんないんだけど、 PC に関しては今のあの PC の状況でもいける可能性もあるんじゃないのかなというふうに僕のね PC はね思ったりします。もちろん新しい PC に、ね、買い替えるっていう考えももちろんあるんですけど、なのでそんな形でですね一応あのリリースのタイミングとかに関しては、まあ、2023年の初頭に出ればいいなみたいな感じ、3月2月ぐらいに出ると嬉しいかなというふうに僕は思ってますね。ただこんなことを言うてますけど悪運営なんで信用度低いから、まあねどこまで期待できるかわかんないんですけど、全然ねなんか2023年冬とか夏とかあの可能性はあるので、まあぜひねちょっといい感じにあの作ってほしいなとは思うんですが、まあどうなるかなっていう風な形ですね。という感じで本日はですね、まあ、あの僕が考えうる中で、まあ、こんな感じかなというところでアーク2の予想であったり、次ね明確な情報が出てきそうなところっていうのが、まあ、やっぱりねあるので、そこのゲームアワードについて触れてきました。まあ、僕はねゲームアワードねあの12月9日のやつは見ておきたいと思いますので、まあ、ぜひ皆さんもねあのもし時間があればニコニコ動画でですねチェックしていただけると、まあ、面白いんじゃないのかなというふうに思ったりしますね。あとはねぜひ皆さんもねコメント欄でアーク2の予想とかねこんな感じになるんじゃないかっていうのがあればあの書いていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。アクセスどうなるんだろうね。うん、バイバイ。